はい、じゃあ次は秋田くんの方行っていきたいと思います。男の子なんですけど、それもね、すきばさみを使わずに質感の調整をしながら切っていくっていうやり方をちょっと、ね、今日はまたマニアックバージョンをお届けしていきたいと思います。じゃあカウントスタート。
すみません、僕の場合ちょっとだけスニング使いました。はい、お疲れ様でした。こんな感じでね、ひまりちゃんとあきとくんの髪の毛ですね、隙間髪を使わずにカット、まああきとの場合はちょっとこの辺の細かいところをちょっとだけ使っちゃったんですけど、上の方とかは結構軽い束感が出るように普通のハサミで切ってますので、この動画がね、もし何か参考になれれば幸いでございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。